三田国際学園中学校、高等学校は、東京都世田谷区洋画2丁目に所在する中な高かなか一貫性の私立学校である。2015年度に校名を、豊田中学校、豊田女子高等学校から、三田国際学園中学校、三田国際学園高等学校に改称し、男女教学科を開始した。1902年に、仙台藩の天文学者といた前内の、 一人娘といた関子がといた裁縫学校を開校した。その後1916年の三田高等女学校の開校、1937年のといた高等女学校への解消を経て、1947年に学生改革にのっとって、中学、高校からなるといた中学校、といた女子高等学校に改編した。二千十二年に創立百十周年を迎えた。 2015年度に公明を三田国際学園中学校三田国際学園高等学校に改称し男女共学化を開始した。学校法人といた学園が併設型中高一貫教育を施しており、高等学校は第一学年から中学校で入学した内部進学の生徒と高等学校で入学した生徒を混合して学級を編成する。 東京都港区三田にある、豊田女子短期大学は同じく、学校法人豊田学園が経営する、系列校である。2019年9月にポップダンス部が、第8回日本中学校ダンス部選手権で、全国優勝した。最寄駅、洋賀駅とほや5分2012年12月に、中学校1年生の生徒が自殺して、事件となり、学校は、校長名で超異としあとともに、 調査委員会による解明と今後の取り組みを表明した。学園長の大橋清面名義で2019年9月にアマゾンで電子書籍 LGBT 言論を破壊する者たちからが発売され問題になって報道された。JCAST と TBS の報道では著者の名前や学園名は伏せられた。大橋清面が 代表理事を務める一般財団法人新時代教育研究所によれば、成りすまし書籍は、大橋清津らの著作物ではなく、東京地方裁判所への提訴を経て、アマゾン社から発信者情報の開示を受け、発信者、著作者の成りすましについては、当局の捜査に委ねているとのことである。ありがとうございます。